府中天満屋は広島県府中市府川町にあるショッピングセンターである。府中市の中心部に位置する。1985年4月に府中市発の大型ショッピングセンターとして開業。店舗は1階と2階にあり、1階は天満屋ハッピーマートと祖師屋専門店街、2階は専門店と天満屋直営フロアという構成になっていた。また、 西側に隣接する敷地に、道の駅ビンゴ府中が2016年10月22日に開業し、店前屋が管理、運営している。ドムドムハンバーガーの広島県最後の取り出となっていた、府中 FC 店がテナント営業をしていたが2019年8月31日をもって閉店した。これにより、中国地方において、ドムドムハンバーガー出店は、 岡山県内の天馬屋ハッピータウン3店舗のみとなった。2021年現在、府中天満屋の店名ながら、天馬屋ストアの公式ホームページでは、天馬屋ハッピータウンとしての扱いになっている。2021年2月には、天馬屋ストアと府中市において、町づくりに関する連携協定が締結された。これをきっかけとし、2階の大部分が、府中市に寄付され、 2階のほぼすべてのテナントが移転、または退転することとなった。2021年7月21日には、府中市の運営する賑わい拠点として、アイコルフューシュがオープンした。ありがとうございます。